人と歩いた場所もその時見た景色も振り返らず今を駆け抜け私は何と出会うの立ち止まるほど意味を問うほど、きっとまだ大人ではなくて今見てるもの今出会う人その中でただ前だけを見てる 10年後の私へ今は幸せでしょうかそれとも悲しみで泣いているのでしょうかけどあなたのそばに変わらないものがあり気づいてないだけで守られていませんか